越前漆器はさまざまな工程を経て製品になります。素地作り、塗り、加色の加色っていうのが蒔絵というのと、沈黄っていうんですけど、越前漆器のその特徴っていうのがあって、これは何かっていうと、このさまざまな工程の一つ一つに別々の職人がいるっていうのが特徴になります。なんで、そのどの職人さんがかけても、製品は完成しません。私上塗り師やめなあかんのや。一蔵さんは父親の一郎さんが蒔絵師やろ。その蒔絵には勝てんって言ってそれを売る立場になったが、ほやけど未来ちゃんは一郎さんの蒔絵の前の上塗り師になったやろ。自分が職人にならんかったで一郎さんに申し訳ないって思ってるみたいやで。いや、じっちゃんの蒔絵はいつ見ても癒されるわ。なんで私の気持ち分かってくれんの。おめえがなかなか言わんかったであかんなやらして、私は今とっても幸せです。だから私は京都にはいませんけど、うちの家族は家族でいられるんです。あなたの世界は美しい。声を張り上げ泣いて生まれ価値は消え